よし、行くぞ。町の門は結構強固なもので作ってるのだ。中くらいの大きさのモンスターでも作れないような、作れないというか、壊せないようになってる。この青顔面のやつは分かんないけど、あ、笛吹いちゃった。いやー、やられてんなー。こいつはチャージ、え、壊れてるよ。あの部分だけ違うやつだったのかな。まあいいや、後で修復しよう。やっぱひらめいたらしい。別の盾。いよいよパーティーを開くときですね。今かと楽しみにします。パーティーを開く準備はいいですか。なるほど。
地球をビルドしてくれって。今の人たちは長いこと教団の教えを信じてきました。心のどこかではまさかに疑問も感じながら、しかし再び物を作る幸せをビルダーのあなたに教わりました。改めてお礼を言いますよ、ヌルさん。ただいくら大恩人であるあなたでもうちの娘はあげられません。ベルを口説き落としてあなたの空っぽ島に連れて行こうなんて絶対しないでくださいね。ラグですなこれ。出ていきますよ。あなたの約束守ってちゃんと踊ってくれるなんてペロはやっぱり天使だな。じゃあパーティーの盛り上がりも最高潮だ。みんなでステージに乱入しようぜ。パーティーのクライマックスに踊る準備はいいか。ペトマッシュもレステージに飛び込んでくるぜ。許さない。美しく光り輝く者、皆に好かれ愛される者、皆に心を奪い惑わす者、私許さない。絶対絶対許さない。あ、なんだ今の声は。ペロが石に変えられた。これでもうみんな惑わされない。これでみんな争わない。うん、まさかさっきのが総督のメドーサボールってやつか。だがあいつは地下にいてめったに出てこないんじゃなかったのかよ。ペロかね。こうなったのは俺のせい。そんなことないよ。人々は一晩中手を尽くしたが、ペロの石化を解くことはできなかった。鉱山街の復活とペロのダンスにやる気をみなぎらせていた荒くれたちは全てのやる気を失った。ゴルドンは悔しさに顔を歪めながらも、その目はどこか決意に満ちていた。そして夜が明けた。俺ずっと考えてたペルのこと、必ず助ける。メドーサボール必ず倒す。メドーサボール倒して俺本当の力取り戻せばペルの石化も直せるはずだ。だがメドーサボールは地下にこもってめったに出てこないんだろ。どうやって倒すんだ。それにみんなすっかりやる気をなくしてやがる。まったく頼りにいない奴らだぜ。ああ、まるであの時のようだ。鉱石が石になってみんなやる気をなくして島には活気がなくなったんです。俺や荒くれに力を与えてメドーサボールをおびき出すものを作れないか。メドーサボールは光物を狙って壊しに来るのよ。ピカピカな建物を作っておびき出したらどう。ピカピカな建物ならメドーサボールも黙っちゃいられない。きっとまた石にしに来るの。何？メドーサボールをおびき出すために金ピカのバーを作る。ピカのバー？何それ、素敵じゃないです。それならメドーサボールもおびき出せそう。考えだと思うけど、新しいバーを作るなんて言っても場所が足りないんじゃないかしら。そういうことなら任せておけ。ミルスマッシュてか、ペロちゃん浮いてないこれ。俺たちであそこをぶっ壊すんだ。そうするとヌルがきっと何か作る。
荒くれの店はどこに行った？俺たちは町を代表する荒くれなんだろう。綺麗に片付いたけど、ゴルドンの酒場設計図1、絨毯、バラ絨毯。いや結構材料使うなこれ。やってくれるんだ。目指せゴールドダッシュその3。ゴールドの酒場を作るべし。酒場があればみんなやる気出る。メドーサボロを引き出せる。それになりよりペロの石が解ける。頼むヌル、金ピカの酒場早く完成させてくれ。それはそうと、メダサボールはどうしてゴルドンに見向きもせずペロを石にしたんだ。島で最も美しく光り輝いていたのがペロちゃんだっただからよ。メダサボールはかつてこの島の宝石を石にして希望を奪った。その時俺たちは全てを諦めてゴハーゴン教団の信者になったんだ。カバーを作るのはいいんだけど、にしてもちょっとこれは削った部分が裏面出たな。